安全安心なまちづくり佐伯区民の集いが12月13日に開かれました。これは安心して暮らせるまちづくりについて考えようと、地域団体で構成する連絡協議会、そして佐伯区や佐伯警察署が主催するもので、この日は子どもの安全を主なテーマに挙げ、講演やミニコンサートを行いました。地域住民がその子どもの安全とか町の安全というものを目的にしております。地域の宝に子どもをしたいという願いがあるので、そういう地域の周りの人が、我が子のように、自分の町内の、地域の子どもたちを、守ってくれる、見守ってくれるっていうような、活動にしていきたいと思っております。イベントではまず広島県警察音楽隊によるミニコンサートが行われました。この日はクリスマスソングや70年代の懐メロ、そして今年3月に佐伯区の木に決まった桜にちなんだ曲などを演奏しました。また演奏の合間には夜間に外を歩くときは反射板のついたタスキをつけるなどして身を守りましょうと呼びかけました。続いて子どもとともに安全を作ると題し、肘山大学で子どもの教育と発達について研究する上野園紀美子さんによる講演が行われました。子どもの安全を大人が守るということ、そしてもう一つは子ども自身が安全に生活できる力を育てる、この大きな2つの柱があるかなと思います。講演で上野園さんは地域で行われている防犯教室の具体例や大人の立場から考える子どもとのコミュニケーション方法について紹介し、子どもの安全は大人が守りましょう、そして加害者にも被害者にもならないよう育てることが大事ですと呼びかけました。子どもは地域で守るものと思いまして改めて感じました。地域に持ち帰ってですね、実践していけたらなと思います。それぞれの地区がもう一度改めて頑張らねえけんということで意識の統一に非常にいいことだと思いますね。講演後は参加者らが区内でパトロールを行い、地域に向けて防犯を呼びかけました。